振り返りましょうか。はい、まあ、だから、もう、まあ、選考は杉田選手でしょうということで、まずスタート取っていったのは三番の山中選手でした、ね。そうですね。まあ、山中君はもう、あのスピードの緩んだところ。ね、鋭いまくりで、仕留めようと思ってたんじゃないですか。はい、で、やっぱりね、杉森君はちょっと調子が悪い分。あの、うん、一度に行きましたよね。でしたね。そこがなんと伏見君というね。 はい、やっぱり成田君のところに行ってしまうと成田君は競りがきついのでやっぱりちょっと分が悪いかなと思ってやはりそういうい選手ってレースを見てますからあこの選手だったら横弱くねえなとか、はい、弱いなとか思ってるんであの展開だと引けなかったのかなでもやっぱり東同士でやるから気まずいですね。う <laughs> 気まずいで、ね、でもも自分も昔やっぱりその東王座とかで、はい あの坂巻雅美さんという大先輩で茨城の、はい、もう引退されたんですけど、はい、ダービー王ですよね<ー>あのその先輩とね、あのー、神山さんの後ろかな太田信一の後ろかなほうほう直で競ったんですよ、えー、でもその時はもう大競りしたんですけど、えー、終わった後に五冠ああいう時は。 肘を肘が俺のが前に出てるときはこうやってしのぐんだぞとか終わった後にアドバイスをくれたんですよ、すその時にやっぱりなんか男のスポーツでボクシングの殴り合ったあにね握手するんじゃないけどいやっぱりいい仕事だな、ね、先輩がちゃんとアドバイスくれましたよう、はあ、でそういう先輩のアドバイスを自分は受け継いで競りに生かしてたのであの今があるなっていうのを思ってたんで。 やっぱそういうのがいいですよね、人間がね、勝負は勝負で、やっぱりこのレースは、ね、もう新山君はもう先行しやすいです、これは、はい、間違いなく、いかに切って新山君を待つかっていうことですよね、皆さんね、山中君にしても杉森君にしてもあの、だからここで思ったのが、はい、前から2番目取りましたよね、普通、ここを、うん、出てかないといけないんですよ。 桐山君はもっと楽に勝つんであればあ、はい、山中君を切ってそれで重森君をもう少し突っ張って7番を待つで、うん、ここで桐山君早く引いて1回前に出ようと思ったんですよそしたらこう仕掛けちゃったんですよイ<ー>がそう仕掛けちゃったんで、はい、ああ仕掛けちゃったと思って4番手勝負になったらおラッキー前で競ってるよと思ったんですよ<れ>じゃあここで引いちゃえと思って,って,て風を抵抗受けたくないので福く、はい、君の後ろ外へそきついので 風を受けないようにして山中選手がまくってきたのに合わせていったんですけど、えーはい、ここでね、霧山選手、何回かけエアポケット入ってるんですよ、風を受けてないんですよ、だから、脚力を使わずにまた外、エビレクの外をまくり上げられたっていう、前、前にいくことによって、そう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 ,そう、だからこエビレクの外に行くのは、本当、足使ってたらまくりきれないんですよ、はい、ただ、ああいうところでエアポケットに入ったり、前、前にいくレースが。 自分の中で脚力をためさせてくれたっていう要因なんで気持ちが強いから一着ななったよう,なう本当にあれですね桐山選手っていうのはそのさっき言ってましたけれども、はい、本当に感覚,、ね、感覚です、もう怖がらないでレースしてますよ、ね、そのでホームストレッチで番の選手山中君と絡んだ時に、はい、普通は危ない、あぶね落ちるって思うんですよでもそんなことはもう気にしないで前に前に行く強さがやっぱり練習量ですかね。 はい、それだけ練習をやってるんだっていうのが自信になって、うんうん。やっぱりセイカちゃんとかも練習すると自信になりますよね。そうですね、自信になります。ね、もう絶対大丈夫だっていう。そうだよね。気持ちがあると。やっぱり練習は裏切らないんでやっぱり。はい。そう。そういいですね。重さが違いますね。いやでも本当そうですよね。だってみんな強いんだもん高松の身配出てる選手たちは。競輪界のトップが集まってるの。うん。そこの中で一着を取るってことがどれほど大変なことか。はい。 はい、恐怖と戦いながらお客さんの期待に応えようという気持ちがね本当選手を動かしているので本当金網越しでお客さんに声をかけてもらいたいですよね。そうですねよろししくお願いいたします、はい